アバクロンビーアンプフィッチ。アバクロンビーフィッチ。アバークロンビーフィッチ。エアンド会は、本社はアメリカ合衆国をハイオ州ニューオールバに、日本での通称はアバクロ。ロゴマークはヘラジカ。俳優や歌手などの有名人が愛用することでも有名。店員に白人男性を優遇するなど、物議を醸したこともあった。アバクロンビー フィッチ以外にセカンドラインとして1998年から7から16歳が客層のアバクロンビー、アバクロンビー、2000年から14から18歳が客層のホリースターカンパニー、ホリースター CO、2008年から下着やラウンジウェア専門のギリーヒックス、ギリーヒックスというブランドを展開している。2004年から22から35歳が客層で、 展開していた姉妹ブランド、ルールナンバー925、ルールナンバー925は2010年1月末で使用されなくなった。アバクロン B& フィッチは1996年にリミテッドからスピンオフされ、現在はニューヨーク証券取引所 NYSE アンフに上場している。2007年12月末にはアメリカ国内では アバクロンビーフィッチを359点、アバクロンビーを202点、ホリスターを444点、ルールナンバー925を21点、運営していたが、ルールナンバー925は2010年1月に閉店した。アメリカでは350店舗以上を展開しているが、海外展開にはこれまで消極的であったが、ヨーロッパやアジアへの出店を進めている。 現在アメリカ国外では、カナダ、イギリス、フランス、ドイツ、ベルギー、イタリア、デンマーク、スペイン、アイルランド、日本、シンガポール、香港、中国の13カ国に展開している。カナダで、アバクロンビーフィッチとアバクロンビーを、各5点、アバクロンビーを3点、ホリスターを1点、イギリスのロンドンに、アバクロンビーフィッチを2点開設している。 日本でも2007年に出展する計画があり、100%子会社のアンフ、ANF を川崎に設立したが、イギリス・カナダへの出展が優先され日本進出は取りやめになった。同じ品を複数注文したり、サイズ違いの品を注文したりすると業者による並行輸入を目的とした発注とみなされ受注を拒否されることがあったものの、公式サイトから日本でもネットショッピングすることが、 可能である。2009年12月15日東京都中央区銀座6丁目に直営店をオープンした。これ以降日本からの公式サイトへのアクセスでは銀座直営店と同じ日本円での価格表示となり円高差益が享受できず日本進出前より割高となっている。2010年11月11日に銀座店東京都に続く日本第2号店として 国内最大店舗の福岡店を福岡市中央区天神2丁目の天神西通りにオープンした。2011年12月15日にシンガポールオーチャード通りにシンガポール第1号店をオープンした。2012年8月11日に香港中間セントラルのペダービルに香港第1号店をオープンした。1892年にニューヨーク州で スポーツショップとして創業した。創業当初は創業者であるデイビッド・ティー・アバクロンビーが高品質なキャンプ、狩猟関連用品を商品として提供していた。1900年に顧客だったエズラ・フィッチが経営に参加し、1904年からアバクロンビーフィッチとなっている。元々は男性向きの武骨な商品がメインであり、冒険好きで知られた。 アメリカ人作家のアーネスト・ヘミングウェイもよくここで洋服や釣り道具を購入しており、あそこはマッチョが行くところだと作家仲間に勧めているほどであった。ヘミングウェイの言葉通り当時は客の85%が男性で、残りも男性客についてきた女性客であり、女性が自主的に選択するタイプの店ではなかった。しかし、1988年にリミテッド、 ゲンエルブランズにより買収され、1992年にマイケル・ジェフリーズを CEO に迎えてからは方針を一変させ、20代前半をターゲットにした、ヴィンテージフカユアルブランドに変身した。その後はカジュアルながらも健康的なセクシーさがある、体にフィットするデザインが人気となった。このカジュアルファッションブランドへと変わったのが1992年であり、 創業が1892年でもあるので、アバクロンビーフィッチ・キッズの服には92というロゴが多く入っている。2009年まで商品の価格は値引きはしない方針を取ってきたが、2009年12月に異例の大幅値下げをした。しかしそれにもかかわらず、アメリカ本土での既存店売上高は前年、同月比で19%減少か。 不強化にあって競合ブランドのアメリカンイーグルなどは売り上げを伸ばしており、米国内においてはブランド戦略、差別化戦略の見直しが求められている。米国、カナダ以外では大衆化、日常化によるブランド価値の低下は起こっておらず、好調を維持している。店内には非常にきつい香水が振りまかれており、店舗の周囲数十メートル範囲まで匂うほどで、 このため東京の銀座店が開店した当初周辺の料理店から品縮を買うことになった。また、ハンダでマッチョな男性店員が客を出迎えるという独特なサービスが行われている。2004年、アメリカ合衆国にて、ゴンザレス対アバクロンビーフィッチの訴訟で、アフリカ系アメリカ人、ラテン系アメリカ人、アジア系アメリカ人及び女性から、 白人系アメリカ人の従業員を優先して雇用し、ブランドレプリゼンティティブス、またはモデルズと呼ばれる販売員やストアマネージャーのポジションが白人男性に優先権があり、それ以外の人種は雑用職のみに雇用したとして人種差別の疑いで集団告訴された。アバクロン B& フッチは複雑訴訟形態の時段に、応じ、400万ドルが採用試験に応募した。 アフリカアメリカ人、ラテン系アメリカ人、アジア系アメリカ人及び女性で採用されなかった、あるいは適切なポジションに配置されなかったものに対して支払われ、雇用形態、業績測定基準、販売促進政策を見直し、内部苦情処理方法を見直し、バイスプレジデント・オブ・ダイバーシティとの面会、マイノリティの雇用志願者25名を雇用、白人系フラタニチと、 ソロリティからの求人監修の撤廃、マーケティング部門へのマイノリティの配置、ニートラルコートへの報告、年2回の進捗状況の監視、年1回の裁判所への報告を行うこととなった。2009年、イギリス・ロンドンのサビルローにあるアバクロンビーフィッチのフラッグシップストアで働いていた22歳の法学生リアム・ディーンが、労働裁判所に、 身体的人権侵害を受けたとて告訴した。この法学生は先天的に左腕がなく、雇用当初は義手を隠すために長袖の服を着るとクレが出された。しかしアバクロンビーフィッチは会社の外見規定に違反しているとて、法学生を客の目に届かない倉庫で働くように命じた。彼女は障害者差別で訴え、賠償として2万ポンドを請求。 2009年8月、労働裁判所は、法学生が不当に移動させられ、違法な嫌がらせをしたとの判決を出した。精神的苦痛、不当解雇、給料の削減の保障として、法学生に8013ポンドを支払うように命じた。2009年9月、17歳のサマンサイラウフが2008年6月に、 オクラホマ州タルサにあるウッドランドヒルズモールのアバクロンビーキッズの販売員に雇用主願したところ宗教上の理由によりヒジャブを着用していることが外見規定に違反しているとしたため雇用機会均等委員会により地方裁判所に訴えられた2010年カリフォルニア州サンマテオのホリスターカンパニーで働いていたムスリムの女性ハニーカーンが ヒジャブの着用をやめるよう要求されたことを断ったことにより解雇された。代理人によると彼女が宗教上の理由により着用していたヘッドスカーフは外見規定に違反しているとのことであった。市民自由保護団体のはこの解雇は非差別法に違反しているとし雇用機会均等委員会に苦情を訴えた。2011年ベルギーノは この企業が25歳以下しか雇わず、容姿に厳しく、上半身裸になった、男性販売員には報奨金を与えるなどとして、雇用や報酬形態の調査に入った。2009年9月、自閉症のある姉、または妹の試着の手伝いをするため10代の少女が、試着室に入ろうとしたところ入室を拒否したとして11万5000ドル以上の賠償を支払うように、 ミネソタ州人権局より命じられた。ミネソタ州人権局のホームマネージャーのマイケル・ケイ・ブラウンによると、企業から賠償金支払いを拒否された。2009年9月、16歳の少女が、試着室で従業員のケネス・アップルゲート2にビデオを撮影されたとして、この企業を訴えた。アップルゲートはこの訴えを拒否したが、数日後、同僚がこのカメラを発見した。 2010年5月15日、東京都中央区にあるアバクロンビドフィッチ銀座店にて、店員が携帯していた、無線機が9階の吹き抜けから30メートルほど落下し、1階にいた女性客の頭部に直撃、女性は重症を負い病院に搬送された。この店舗は1階から11階が吹き抜けになっている。同店は、事故の経緯などについては、開示しないとしている。 警視庁築地警察署によると、店は客との時短交渉を進めており、無線機に転落防止用のストラップをつけるとしている。1988年の再生以降、雇用形態、商品、宣伝活動などの性的表現や人種の問題で多数の非難に直面してきた。アバクロンビーフィッチはこの企業から差別を受けたアフリカ系アメリカ人、アジア人、 ラテン人志願者に400万ドルを支払うという雇用機会均等委員会の訴えに同意志願者はこの企業が客から見えづらい裏側での仕事を要求したと主張雇用機会均等委員会は人種民族性別に関わらず全ての人々に陽動の機会を与えることを要求した2013年2006年のサロンマガジンのインタビューで CEO のマイク・ジェフリーズが語ったアバクロンビーの販売活動方法が急速に広まった。ジェフリーズは15以上のサイズの女性は魅力的でないとして15以上の女性用の衣類は製造しないと語った。この記事はソーシャルメディアを通じて話題になり、この企業の公式 Facebook ではこの方針に意義を唱えるコメントが多数寄せられた。2009年11月。 国際労働権利フォーラムで弁護士団により、スウェチャップホール・オブ・シェーム2010に選ばれた。保守的及び宗教的グループは1997年から2003年に、当初アメリカで発行されたパンフレットの露骨な性的表現により、ボイコットを呼びかけた。このパンフレットには、ブルース・ウェーバーによるヌード写真、性的記事、アルコール飲料のレシピなどが含まれていた。あくまで、 カタログとしての位置づけであり、商品の情報や価格が掲載されている。このパンフレットの広告は、インタビュー、ローリングストーン、バニティフェアにも掲載された。未成年にこのパンフレットは販売しないという企業の方針にもかかわらず、批評家は実際は未成年でも容易に入手できると主張。2003年、多数の宗教組織、女性の権利活動家、 アジア系アメリカ人グループは、この出版物のボイコットや抗議、およびクリスマス版のカタログを店舗に置かないよう、主張した。2010年6月17日の企業による、発表によるとジェフリーズは、実は古くなって、うんざりしてきていたし、飽きてきたことからこのパンフレットをやめることにし、2010年7月17日から、店舗販売する10ドルの新しいパンフレット、ザ、 リターンオブザエ・ンド・カイクオータリーを電子メール登録者は予約できることとなった。2002年、アバクロンビーフィッチは初期の華境を連想させるノンラーを被った笑顔のキャラクターと共に、ウォンブラザーズランドリーサービス、ツーアングスキャンメイキーットホワイトの文字を掲載した T シャツを販売。スタンフォード大学の非白人系、アメリカ人グループによるボイコットが始まり、謝罪し、 販売を中止した。同年、子供服部門では親たちの店舗前での講義が全米に広まったためプレティーンジョジ用下着のティーバッグの販売を中止。この下着の前面には、アイキャンディー、ウィンクウィンクなどの文字が掲載されていた。2004年、アメリカの田舎で起こることがある、近親相関を暗示する、イッツ・オール・レラ・キブ・イン・ウエスト・バージニアとの文を掲載した T シャツが販売された。 ウェストバージニア州知事ボブワイズは事実無根のウェストバージニアのネガティブなステレオタイプと反論したが、この T シャツの販売は続行された。男性体操選手が釣り輪で体を L 字にしている絵の横に L is for loser の L の意と書かれた T シャツが販売され注目を集めた。会長ボブコールらしいはアバクロンビーフィッチがスポーツをあざけったとし、 ボイコットを表明したことから、2004年10月、この T シャツの販売を中止した。2005年、ペンシルベニア州南西部のは、フニーズ・ブレインズ・ウェン・ユーブ・ディーズがあるのにノーなんて必要ないでしょアベイラブル・フォー・パーティーズ、アイ・ハット、A ナイト・メア、アイ・ワズ・エイ・ブルネットなどの挑発的な言葉が、掲載された T シャツに抗議し、ボイコットならぬ、ガールコットを開始した。 この抗議行動はトゥデイで全米に放送され、2005年11月5日、これらの T シャツは店舗から撤去された。放送から5日後、これらのうち2種類のシャツを撤去し、これらの T シャツの製造に関して彼女らに謝罪をし、ガールコットを行った少女たちと重役が本社で面会することに同意した。サウスカロライナ州。 グリーンビルに位置するプロテスタント系大学であるボブ・ジョーンズ大学及び提携するキリスト教系の学校は神の名に背くほど尋常でない異常な邪悪の展示であるとし、キャンパス内へのアバクロンビーフィッチやホリスター・カンパニーの衣類の着用、持ち込み、展示を禁じた。2004年の値上げ後、製品の値段が高すぎるとされた。イギリスのロンドンにフラッグシップストアを開店後、 アメリカでの価格よりも2倍の価格が付けられていると批判された。2009年夏の新年度キャンペーンでのユーモア T シャツで再度批判を受けた。ショーザツインズとし、若い女性がブラウスの前を開けて二人の男性に見せている、え、掲載されている。他の T シャツにはフィメールストリーキングインカーアゲド、フィメールステューデンツウォンテッドフォーセクシュアルリサーチドと書かれている。 は、性を娯楽とするライフスタイルを誇示するシャツに意義を唱え、性的な描写のシャツを撤去するよう求めた。2010年代に入ると、前述の雇用や消費者に対する差別問題等のイメージから10代の痩せた白人たちだけのブランドだという見方が出てしまった。2008年、オハイオ州、コロンバスにあるの救急救命室の名称1、0ドルの寄付により、 アバークロンビーフィッチエマージェンシーデパートメントトラウマセンターと名称を変更した。100名以上の医師や弁護士の署名が含まれるの、所管で商品の売買や衣類に子供を性的にターゲットにした、この企業の最悪の歴史がとして名称変更に反対した。2010年3月、ニューヨークの5番街にあるフラッグシップストアの70名以上の従業員は、 学習の給与が約1ヶ月支払われなかった。FOX ニュースはこの問題を取り上げ、アバクロンビド・フィッチのスポークスパーソンは、コンピューターの問題により60、または70名の従業員に給与が支払われなかったと発表。この問題はさらに1ヶ月後に解決した。2010年11月、イギリスのサウサンプトンの店舗で、 0戦記念日を祝し赤いポピーの花をつけた18歳の女性従業員、ハリエット・フィップスが花を外すように注意された。彼女は現在、イラクやアフガニスタンで従事するイギリス及びアメリカによる連合軍及び従事する友人に対しての記念もあってこの花をつけていた。アバクロンビーフィッチによると、この花はユニフォームに合わないため禁止したとした。 しかし11月8日、Facebook に1892年からアメリカで活動してきた私たちは、世界大戦や現在も続く軍の紛争に従事し犠牲になったイギリス及びアメリカの軍人の方々に感謝しています。私たちの企業ポリシーでは0戦記念日に感謝の気持ちを込めてポピーを身につけることを認めます。次に来る休戦記念日ではこのポリシーを再確認する。 つもりです。と掲載した。2012年、サビルローのナンバー3の隣に子供向け店舗の計画を発表。ビートルズが過去に演奏したことのある場所であり、文化的に価値のある場所のため問題になった。サビルロー橋に位置するバーリントンガーデンのメインのアバクロンビーフィッチの存在をよく思っていなかった、服飾店からの批判や反対にあい、 2012年4月23日月曜日、市により、抗議団体が組織された。建設最中、ウェストミンスター市議会に異議が申し立てられ、2013年2月、議会は、アバクロンビーフィッチの今回の店舗がのほとんどを拒否し、ナイトクラブのように外交を遮断するため、大きく破損し、通常かけられている、非常に不適切なアバクロンビーフィッチの、 旗同様に町の景観を乱した窓直すこととした。アバクロンビーフィッチの訴えにより2月12日公的調査が設定された。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。